やば、でかっ、でっけ、もうめちゃくちゃでかい、もうほんとキラドやばい。おはようございます、陽介です。キラド2日目、今日は6月1日ですね。ちょっとね、暗いうちから昨日のポイントに来ました。でね、ちょうど空が明るんできた今ね、ちょうど5時です。3投目でね、いい当たりが入りましたので、とりあえずカメラを回してるんですけど、タイだった、タイ。今日の1匹目はタイでした。昨日平戸の釣り具屋さんがねお休みだったんですけど、なんで今日朝早い時間に餌を買いに行って、その時にね釣れてるポイントを教えてもらいました。あ、釣れてるというか、日曜日、この間のね日曜日、今日が水曜日なんですけど、日曜日にいい方がね上がったというポイントは教えてもらったので、後でね行ってみたいと思います。お、渡りました。朝一からねそちらに入ろうか迷ったんですけど、まあ日曜日ということだったんで、まあ3日前、今日はね水曜日なので、3日前、4日前の情報、まあこちらのポイントはね昨日実際釣れてますので、まあ情報がね新しい方がいいかなと思ってこっちに来ました。でこっちがね釣れなければ、もしくは型が上がらなければ、そちらの方にね行ってみようと思ってます。ただこれは型良さそうですよ。よいしょ、はいよ。おお、しかもなんだ、なんだ、下のはなんだろう、よいしょ、練子っていうのかな、カンパチの子供ですね。ちょっとちっちゃいのでねリリースしましょう。昨日もねなんかいろんな魚、カワハギが釣れたり、アジが釣れたりね、糸寄りが釣れたりしたんですけど、楽しいですね。普段やっぱ地元じゃねカワハギとかも釣れないし、糸寄りなんかはねもちろん釣れたこともないので、いろんな魚が釣れて楽しいですね。今回ね泊まったホテルがチェックアウトが12時なんですよね。で朝ごはんがね7時から9時半まで食べれるので、ここで5時から3時間ぐらい釣りをして、朝ごはんを食べにとチェックアウトをしに一旦ホテルに戻って、この後ねまた釣りをしようかなと思ってます。まあねこうやって朝早くから釣りしてますけど、ちゃんとホテルでね朝ごはんも食べれる段取りでやりたいと思います。まあせっかくなんでね美味しい朝ごはんを食べたいと思います。今日はですねアクセルスピンの方を使ってます。きっかけはですね、昨日ちょっと良かった発泡ジェット、それに、3本針でねとりあえずやってます。ちっちゃいな、当たりはねものすごくいいんですけどね。今日はねもうこのまま帰るので、通常のキープサイズもねどんどんキープして持って帰ろうと思ってます。うん、十分なんですけどね、なんか昨日大きいのを見てるんで物足りませんね。これでも21あるんですけど、なんかちっちゃく感じますね。よいしょ、これは型がいい。よいしょ、おい、来た、はい、来ました、でかい、もうたまらんですね。これはちょっとやめれんな、また平戸に来なくちゃ。うわ、昨日と同じでですね、この量計は手前にいるみたいですね。23.5 で、ちょっと今日はね暗いうちから出ましたので、まあね効果があるかどうかわからないんですけど、ハリスのとこにね蛍光パイプを通した仕掛けでねやってます。まあ効果があってかなくてか、今んとこ釣れてますけど、今日が中潮で満潮が9時20分頃だったかな。めっちゃくちゃいいあたり、これやばいな、でかいぞこれは。これ最長寸来たんじゃない、おら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 、うわ
ロンボーンでっかでっけもうめちゃくちゃでかい、もうほんとちょっとすごすぎる、平戸やばい、おお見てくださいこのでかさ、やばないこれ、よいしょ、お27、あ出た最長知ってる、 26.5 7 26.7、 最長寸、今年最長寸だと思います、よいしょやりました、でっけ、よいしょ、もうね2色以内ですね、多分あのゴロタと砂浜の境目っていうのかな、その辺に、その辺をねうろうろしてるみたいですね。でちょっとやっぱ沖の方に投げると朝みたいにねちょっとサイズが小さい、まあ小さいって言ってもね20センチ超えが釣れたんでいいんですけど、手前にねより大きいのがいるみたいですね。今年最長寸かな、さっきのが。これが平戸のパフォーマンス。ここまで来ると尺釣りたいですね、尺。ちょっとね最長寸を釣り上げた後、当たりがピタッと止まりましたね。今5時50分、怒涛の30分が過ぎてしまいました。ちょっとね、大きめを狙ってみましょうかね。あ、当たりました。ちょっと沖に投げたら当たりましたね。1、2、3色。お、4色。3色半。昨日はね、乗らなかったことが多かったんですけど、今日はね、ほぼほぼ上がってきてますね。竿をね、変えたのが良かったのか、今日はね、食い気が立ってるのか。結果ね、やっぱ前当たりを取って、待ってやる時もあるんですけど、結構ね、がっつり食ってきてくれますね。よいしょ、サローだ。お、出た。これもでかい。もうやばいねこれ。ちょっと今日どうなっちゃうんだこれ。うわ、でっけ。3色半。少し沖に出ちゃったのかな。これ何センチ？もう、よいしょ。23.5。平戸恐るべし。で餌もね今日はいいです。昨日の餌は、その前の日、一昨日の日に福岡でね買った餌だったんですけどね、大きさは良かったんですけどね、ちょっとブヨブヨした、あんまり餌も良くなかったですね。今日ねっていただいた餌はものすごく元気が良くていい餌です。ありがとうございました。情報もいただいてね、本当にありがたいですね。さあ今日の餌の元気がいいこと、素晴らしい、よいしょ、おお、これも型がいい。もうねちょっとまあ見ていただけると分かると思うんですけど、もう型がいいんでですね、もう1匹ずつ揚げてます。ちょっとねこれレンガ系とかやってると外れちゃうと思うので、おー、よいしょ、でかい、もう20センチ以上が当たり前みたいになってますね。よいしょ、あ、もう蛍光パイプの仕掛けはやめて普通のね針に変えてます。これもでかいよ、うもう全てがでかい。これも23センチ。ダメと思ってね巻き上げようと思ったら食ってきましたね。うわ、ダブルか、うわすごい、よいしょ、うわうわ、ちょっともうどうなってんすかこれ、すごい、もうなんかこのサイズしか釣れませんね、すごいな。これも23ぐらいあるんじゃないかな。よいしょっと。23。朝ごはんも食べ終わりましたんでね。で、ちょうどね、潮も今から下げに入ってきますので、
やってみたいと思います。で日曜日ここで、昨日は27センチぐらいが何本かと22、3センチとかがね、合計で十何本か上がったというような話でした。これもでかい。よいしょ。キジハタ、ちょっとね小さいのでリリースしましょうかね。もうなんかね20センチぐらいのキスじゃ満足できない体になってしまいました。今日もねいろんなのが釣れましたね。小さめのタイが朝一番に釣れて、今ね小さめのキジハタ、あと練り子も釣れましたね。いやーでも楽しいですね。ちょっとね昨日あまり寝れなかったんですよね。少し朝ごはん食べてお腹いっぱいになったら眠たくなってきました。餌は少し残ってるんですけど、もうちょっと疲れちゃったのと風が出てきたので、今日はねやめて帰ろうと思います。お疲れ様でした。今日はねもうこれで終わりにして福岡の方に帰ります。2日間の釣果ですね。だいたいもう20オーバーが当たり前のように釣れてましたね。よいしょ、楽しかったです。よいしょと。で今回白戸に、泊まって1泊したんですけど、実質ね、手出ししたのが2200円ですね。財布から出たお金は2200円です。で、その代わり2000円分の、長崎県内で使える商品券。まあ、加盟店さんがあるんですけどね、商品券が2000円分戻ってきましたので、実際はもう200円で宿泊させていただいて、ご飯も食べさせていただいて、釣りもたくさんさせていただいて、楽しませていただきました。で、もうすごいですね。やっぱね、地元と違って、もう、肩がいいのがね、バカバカ釣れました。もう大爆笑。まあ、本当はね、28センチ、29センチ、尺、うまくいけばね、尺ギスを、と思ってましたけど、そこまではなかなかね、難しい。まあ、ロマンのある、兆候だったと思います。本当に楽しかったです。またね明日から頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。で今回もいいねボタンとかね高評価ボタン、チャンネル登録、あとのコメントなんかも気軽にいただけるとありがたいです。最後までご視聴の方ありがとうございました。これがねクーポン券です。で使えるみたいなんで買い物してきます。生活必需品はね2016円分買いました。さあクーリッシュでも食べながら福岡帰ります。